地域航空会社トキエアが新潟空港と中部国際空港を結ぶ便を再来週後半には就航する方向で調整していることが分かりました。関係者によるとトキエアは新潟空港と愛知県の中部国際空港を結ぶ定期便を再来週後半にも就航する方向で国に申請していて、最終調整の段階だということです。就航すれば今年1月の札幌丘珠便、4月の仙台便に続き3つ目となります。1日2往復で週4日、金曜から月曜に運航予定で、運賃の最低価格は仙台便並みの片道1万円以内、順調にいけば来週にもチケットを発売する見込みです。国際線への乗り継ぎや三重県の伊勢神宮への観光などの需要を見込んでいるといいます。トキエアは今後関西や佐渡への就航を目指していて、今年11月には3機目の機体が新たに新潟空港に到着する予定です。